ニコン Z52VS Z9 高感度対決。はい、皆さんこんにちは、ナガチャンネルです。 APS-C ミラーレスの弱点は暗い場面の撮影で ISO 感度を上げた時のノイズです。以前 Z52 と同じセンサーで画像処理エンジンが旧タイプの XPEED6 を搭載した ZFC でも検証しました。Z9 と比較した結果、高感度耐性はフルサイズで画像処理エンジンの新しい Z9 の圧勝でした。一般的には APS-C センサーよりもフルサイズセンサーの方が高感度に強いはずです。ただし、Z9 はやや高画素でノイズの乗りやすい積層型センサーです。フルサイズフラッグシップと APS-C エントリーモデル、どちらが高感度に強いかテストしてみます。今回のテストは両機とも同じレンズ、ニッコール ZDX18-140mmF3.5-6.3VR を使いました。フルサイズの Z9 は DX クロップとなるのでセンサーサイズの優位はあまりありません。それではレッツゲットスターティー。チャンネル。部屋の電気を消して、間接照明を2段落として、このくらいの暗さで撮影しています。焦点距離 50mm、 換算 75mm、 絞りは F5.6 で固定しました。 ISO3200、緑のライトは AF 用ではなく、ブレ防止のためにセルフタイマー2秒撮影をしたためです。ISO6400。ISO12800。 ISO25600。 ナガチャンネル。撮影した画像を比べてみましょう。左が Z9、右が Z52 です。ISO3200。どちらもよく改造していて問題ありません。ISO6400。ピントの来ているロボットは問題ありませんが、アウトフォーカスの背景の黒は Z9 の方がノイズが乗っています。 ISO12800。 Z9 の背景のノイズはかなり目立っています。これが限界です。Z52 の方はロボットの部分がややのっぺりと塗り絵っぽくなっています。Z52 の背景のノイズが抑えられているのはカメラ内の画像処理のような感じがします。ISO25600。 どちらも流浄感たっぷりです。DX クロップした Z9 のアウトフォーカス部はかなり高感度に弱いようです。参考までに高感度に強い ZF の ISO25600 の写真と比べてみましょう。
ZF なら 25,600 もいけそうな感じです。 Z52 の JPEG は画像処理エンジンで処理された感じで、高感度ではディテールが失われています。 Z9 はピント部分の解像感は高いですが、アウトフォーカス部のノイズがやや目立ちます。同じ DX レンズで DX フォーマット同士なら Z52 の方が一段分高感度に強いと言えそうです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。